思っています。よろしくお願いいたします。司会の辻元清美です。それではトップバッターいきます。この人知ってますか？後ろも後ろも安住淳でございます。安住までもこの早稲田の友人に来た。そしてこちらはご存知でしょうか？野田さん、ね、元総理で辻元、なぜか蓮舫がこの高田馬場に来てくれると言ったら早稲田出身者でやっぱり お迎えしなきゃいけないだろうということで今日は参りました。よろしくお願いをいたします。それではトップバッター、安住淳衆議院議員です。こんにちは。私は手塚事務局長っているんですよ。この人が突然電話をよこして来週の木曜日ビッグボックス前8時あ6時って言ってきたんですね。私は学生時代からいつもここでしか集まることがなかったから自分が62になったいい年こいてるのに大学時代のコンペかなと思っていたら蓮舫さんの選挙でした。皆さん、いよいよ最後の3日です。私はもう手短にこのことだけ申し上げます。先週アメリカの大統領候補予定者の2人の討論ご覧になりましたか？確かにバイデンさんは劣勢でした。しかし私は尊敬します。体調が悪かろうと何だろうと CNN がちゃんと取材したことにバイデン氏もトランプ氏も出てきました。そして1時間1対1でちゃんと議論してたのを見てなかったですか？私も現職でいつも選挙をやるから新人相手に討論なんかするのは嫌な時もあります。でもサボったことはありません。それが議会に出るもののルールというものではないでしょうか。皆さん、彼女はリングにもう上がってパンチを打ち続けています。しかしもう一人余ってこないんじゃないですか？いいんですか、こんなことで。選挙に始まってはっきり言って選挙始まって東京都が日程なんか作るわけないんですよ。都知事の日程なんかあるわけないんですよ、選挙なんだから。それを無理やり作って公務と称してニュースに取り上げて実は戦いに挑んでこないのは彼女じゃないですか？それはフェアなことですか？それは日本のマスコミは許すんですか？アメリカでトランプ嫌だってバイデンが逃げたらバイデンもう大統領候補で立ってられないんじゃないですか？アメリカの民主主義にはそんなこと絶対許さないですよ。私はトランプ大嫌いだけど、まあ、ここでこんなこと言ったってしょうがない。でも敬意を表しますよ。堂々と出てきて堂々とやるんだから。蓮舫さんは実はテレビ局から何度も誘いのでオファーが来ましたけど小池さんが全部断ったから皆さん今度の都知事選は全くテレビ討論ないじゃないですか。おかしくないですか？他の候補者もいるからなんていうのは嘘です。でもこの姿勢は都議会にも表れています。皆さん議事録は多分あんまりお読みになってらっしゃらないかもしれない。しかしあの人は野党が質問するとほとんどことごとく自分が答弁しないで部長やなんかに全部振るんですよ。私も辻元清美も野田佳彦も散々野田総理以外は自民党の総理だから小泉さんに対してこれはもう総理でしょね。安倍さんに向かってもそうですよ。でも私はね、岸田総理も尊敬しますよ。我々がいくらやったって蓮舫さんだって相当強烈な右パンチ出してますからね。だけど答弁しないで済む総理なんて日本の議会にはないんですよ。ちゃんと私も好きじゃないけどでも出てきて議論するからこそ国会というのは成り立つんじゃないでしょうか。そういうことができない人間リーダーに選んでダメだと思いますけどいかがですか？理屈を超えた姿勢の問題でしょう。自分が立候補するってことはリングに上がらなきゃダメなんだ。リングに上がって戦わなきゃダメなんだ。8年間やったことを自分で弁明しろ。小池百合子出てこいと言いたい。
またそんな出てこない人間を安定してるからとか選んでダメ。国民が、都民が笑われますよ。あえて言うけどメディアも笑われるぞ。出てこいってちゃんと言えよ。そうでなきゃ選挙に私はならないと思いますよ。彼女の姿勢やそれが問われる選挙だと思う。では皆さん、最後に申し上げますけど、私も29年目です。そういう姿勢の政治家は苦しい人は弱った人の味方には絶対ならないから保証しますよ。都合のいいところにだけ出てきて都合の悪いところに出てこない、こんな政治家が弱っている人や社会に日の当たらない人に優しい手を差し伸べるなんて思ったら大間違いです。皆さん戦いましょう。今回唯一対抗できるのは蓮舫さんだけです。私が保証しても何の保証にもならないかもしれないけど、彼女を保証します。どうぞ皆さん、高田馬場に来たから少し勢い出てきましたけども、これから別に飲みに行くわけではございません。40数年前から馴染んだふるさとのようなここで話ができるのはとても幸せに思っています。どうぞ皆さんよろしくお願いします。安住淳衆議院議員でした。さて、まあ、今小池知事が出てこないと、討論に出てこないという話がありましたが、小池知事を応援している自民党も後ろに隠れて糸を引いて出てきてないじゃないですか。卑怯じゃないですか。萩生田という人、東京都連の会長、小池百合子さんと通過でしょ。こうやって堂々と応援演説に出てきて2人で立って演説してもらったらいいじゃないですか。やましいことがあるから表に出れないんじゃないですか。どうぞ蓮舫です。次は野田衆議院議員でございます。皆さんこんにちは、野田淑子です。辻元さん、安住国対委員長、私野田淑子、今から数十年前に大変優秀な成績で早稲田大学を卒業した仲間です。経歴詐称ではありません。今日は青学出身の蓮舫さんの応援にやってまいりました。駅伝やったら青学には勝てない。この間大学野球6月16日残念ながら2対1で負けました。悔しいけれども、でも蓮舫さんを心から私は応援をしています。なぜならば20年間一緒に同志として付き合ってきましたけれども、彼女ほど数字を抑えて行政事業レビューをしっかり抑えて予算書を読み込んで質問をする議員はいません。調査力、分析力はピカイチだったと思います。だから安倍さんが嫌ってた、菅さんが恐れてた、岸田さんは打滑のように嫌ってる。でもこの力をね、私は都政で生かしてほしいんです。国の、ね、予算は110兆円を超えますよ。東京都の予算は一般会計 8.5 兆だけども、よくわからないお金がいっぱいあるんです。公金とか補助金の使い道が、ここはビッグボックスだけど東京都はブラックボックスになってるんです。いっぱいそれを解明する力があるのは今回私は蓮舫さんしかいないと思ってます。あれもやります、これもやります、いいんですよ。まずやってほしいのは行政を透明にする行財政改革じゃありませんか。皆さん、それができるのは蓮舫しかいない。そのことを皆さんと共有したいと思います。透明でないのは今回の選挙ですね。先ほど来お話が出ていますけれども、自民党はステルス作戦じゃありませんか。見えないでしょう。マイクを持って小池さんお願いしますなんていう風景ないんじゃないですか。
実はね、5月26日の静岡知事選挙もそうでした。自民党を隠しながら業界団体回りながら戦ってましたね。今回もっとストレス、しかも候補者までストレス、こんな異常な選挙は私はないと思いますよ。これが民が主の民主主義の国ですか？おかしいでしょう。やっぱりね、選挙っていうのは応援する人が堂々と出てきて応援をする、隠れてやるような投票行動を促すようなことは私は卑怯千万だと思っています。裏金事件の話ちょっとしたいんですね。なぜならばこの首都決戦はまさに国政選挙に連動するからです。東京都の小選挙区は30あるんですよ。私の住んでる千葉県、神奈川県、埼玉県、首都圏合わせると80の小選挙区があるんです。今回の戦いの結果は間違いなくこの80の小選挙区に影響します。だからここは勝たせていただきたいんです。だって皆さん、裏金の問題にかかってる連中が都連の幹部ですよ。会長誰ですか？萩生田さん。2723万円裏金作っていた。驚きましたね。机の中にしまってたって驚きますよ。だって1万円札ね、今度デザイン変わったけども厚さは 0.1 ミリ、2723万円ったら平積みして30センチですよ。30センチ机に入れといた。でも明らかにこれ脱税じゃないですか。丸川さん会長代行でしょ、822万円ですよ裏金。ご主人と合わせれば1800万円ですよ。夫婦でやってましたね。それも自分の口座でちゃんと管理してましたって言いました。政治資金として使ってないじゃないですか。脱税じゃないですか。裏金事件じゃないんです、脱税事件なんです。しかも間もなく安倍元総理の三回忌ですね。7月8日政治倫理審査会に出てきた安倍派の幹部全部嘘ついたじゃないですか。2022年4月に安倍さんはキックバックやめると指示した。ところがお亡くなりになった7月の後半に幹部会議開いてキックバック復活した。復活したけれども私は知らなかった、関係しなかった、そう言ってたのが安倍派の幹部じゃないですか。解明はしない、嘘をつく、けじめはつけない。結局ね、丸川さんだって党の処分戒告ですよ。戒告、戒める、告げると書く、要はダメよコラでしょ。800万円以上も脱税してダメコラで済むんですか。庶民は1円たりとも税逃れできないでしょ。その怒りを今回はステルスで応援している自民党都連、裏金議員だらけじゃないですか。そして小池さんだって2012年からすいません2002年からね2016年までずっと清和政策研究会、森派、安倍派、細田派でしょ。裏金の問題知らなかったとは私は思いませんね。同じ穴のタヌキなんじゃないんですか。同じ穴のタヌキが東京都のリーダーでいいんですか。皆さんダメでしょう。この高田のババはね、だんだん調子が出しちゃったけど早くマイクを渡せという顔してるんでもう終わりますけどもね、皆さんね、中山康兵衛知ってますか。高田のババの血統、ここで多勢ぜ無勢のところで助太刀をして江戸時代のヒーローとなり、堀部家の養子となり、赤穂浪士となり、大石蔵之助と共に吉良邸に打ち入った日本人の最も大好きな侍です。江戸元禄の時代の兵のヒーローになりました。この高田の馬場に我々は助っ人に参りました。それは令和のヒロインを作るための新しい歴史を作るためであります。
ぜひ皆様のご支援を蓮舫に賜りますように心からお願い申し上げて、私この応答いたします。ありがとうございました。